こんにちは、エレガントサイクルです。今日はあの温度に来てます。ちょっとねサイクリングのルートを開拓しようと思って、今日はねまだ行ったことないとこをこれから、1200cc の愛車で探しに行きます。ちょうどここはあの広島港松山のフェリーの、まあ、航路なんですけど、航路ね、道なんですけど、でっかいフェリーが来るまで待ってますけど、なかなか来ないんで、もうこのまま出発します。波めっちゃ高いよこれ。なんかねこっちの島なんかね良さげなんで、ちょっとバイクで走ってみていい感じのルート今から探しに行きます。まあそれで思ったのが、やっぱりなんかルート探すようになんかねいいバイクとか 125cc のちょっとね取り回しがいいなんかバイク欲しいですね。いいバイクはいいか。じゃあエブリーに積んでそこで降りてヒルクライムをスポットを探すみたいなね。今この辺か。こっちもね結構いいルートがあるんですね。まあ行ったことあるけど、まあ、ちょっと向こう行ったことないんで今から行ってみます。ちょっとついついバイクはね1時間に走る距離が遠いんだ、距離稼げるんで、こうね桂ヶ浜というところに行きました。倉橋島ね、なんかねサップがねしやすいみたいです。ここもいいな、このねサイクリングね、みんなでしましょっか。あそこねカフェがあるんですよ、まあそこを最終目的地にしてサイクリングしましょっか、しましょっかまあまた20人ぐらい集めてね、集まってもらえれば。海がめちゃくちゃ綺麗です。なんかまあ何年か前にここであのグランピーの時にイベントをしたんですけど、また今年やっちゃいましょうかね。やっちゃいましょうか。ちょっとイベントの実行委員を作らなきゃ。サップもできるし海水浴もできるし、協力者募集中です。ということで帰ります。ここはねなんかキャンプがダメみたいなので宿泊はできない。まあこんな感じでいつも火曜日はね、火曜日とか空いてる時間はサイクリングルートを探す旅に出てます。今週の土曜日は朝極楽寺山に行って、今週の日曜日は、二の島に行きます。で5月の21日はグランピーの多分タケちゃんと極楽寺山ヒルクライム対決します。もうイベント盛りだくさん。温度に戻ってきました。ここは僕が一番好きな場所、一番好きでもないけど、まあ、大体好きな場所です。ちょうどね船が、まあ、向こうがね呉方面でずっと行くとこのね松山行きのフェリーが通るんですけど、今日はなかなかいない、遭遇しないですね。と思ったらちっちゃい船がいました。いやまたみんなとサイクリングしたい。やっぱねバイクいいですね。この距離稼げるからいろんなとこ行けますね。